はい、大盛りだって。大盛り定食どうですか。大盛り定食すごいね。大盛り定食、定食大盛り無料。はい、1畳から始まって10畳まであります。10畳まで、向こうがあっちの山の、こっちじゃないよ、映ってるとこ違いますよ。あの橋から見て山の向こうが鞍馬寺、それからこっちの今映ってる方の東の向こうに琵琶湖がありますって言っておじいちゃん教えたんで、おかしいよガイドさんローカルガイドさんに全部京都の地図教えてもらいました。すごいです、歴史と地図と。おじいちゃんもうあの頃に1000年前から生きてたみたいね。すごいすごい。さあ、着物のレンタルですね。これ今レンタルしたお姉ちゃんたち、すごいすごい、みんな同じような色だな。もうすぐで清水寺に向かっています。でも1キロありますね、清水寺1キロ先。もうすぐどころか、だいぶ先ですね。観光バス、お客さんいませんね、まだね。五条坂ですね。清水寺に行く途中にある神社です。大谷本廟ご案内。東の山、清水寺のふもとから京都の街を眺めてみました。清水寺見えてきました。あとちょっとですね。横の坂から登ってきました。よかった。こっちから来たら、これが普通の坂道の商店街がある坂ですけど、これ登ってきたら歩けませんね。これはキンダガーテンですね。すごい。修学旅行花盛り。清水寺です。すごいすごい今日は。はい、これから清水寺お参りします。最初のステップを上がりました。だいぶ上に近づいてきます。京都の街も綺麗に見えますね。京都タワーですね。
はい、1,2,3 重の塔ですね、清水寺。どうですかね。まだちょっともみじが赤くなり始めてますね。いいですね。黄色の帽子でキンダーガーテンと思ったら、これはエレメンタリースクールですね。今度は帰りの坂道、これはちょっと商店街通って帰ります。いや本当に今日は普通の日ですけど、すごい混雑ぶりですね。修学旅行とかそういうのがメインですごいですね。あと外人もちらほらもういますよ。日本に住んでる外人か、まあ一番で来た外人か、まあその辺でしょう。でもすっごいです、今修学旅行一番ですね。すごい本当に修学旅行だらけ。いやもうここで2年3年ですからね、みんな修学旅行我慢してたんでしょう。奥さんどっか行って行方不明ですね。清水寺から降りるなんとか坂。この上はもう清水寺です。奥さん写真撮るのに頭、次の頭、次の頭、全然写真撮れないってブーブー言ってます。もう忙しい忙しいですから写真は撮れません。次の頭、次の頭、次の頭、すっごい人々ですね。清水焼き、はい、二面坂です。これから降りてみます。
竹下湯水の石碑ですね。月下美人修理中。二年坂の下に降りてまいりました。はい、今度こっちに行ってみましょう。予定では33元堂に行く予定です。これは宝冠寺聖徳なんとかだね。人力車を思い出にしませんか。さっきは祇園南禅寺ね。これすごい歩きやすそうな場所ですね。これなんですかね。シアター京都平安神宮のそばです。京都府立図書館。ああ勉強してるな。誰かわからないけど、勉強してます。大きい鳥居が見えてきましたね。すごいな、平安神宮の鳥居です。すごいすごい。伏見稲荷のいっぱいの若い鳥居は後日行きます。あと 3days 京都にいますから、まだまだ行く機会はあります。どうしても奥さんは伏見稲荷の赤い鳥居に行きたくてしょうがありません。大きいですね。10月14日からルーブル美術館展やってますね。はい、赤い朱色の橋が見えてきましたね。こっちが玄関らしくて、奥さんこっちからスタートしないと意味ないっていうんで、こっちに回って先に来て、後でバックして平安神宮の方に行きます。川です。緑の川。奥さんどう言いますかね。青い川好きなんですけど、緑の川ちょっとなんていうか分かりません。はい、朱色の大きい鳥居です。平安神宮の玄関ですかね。京都国立美術館でした。ルーブル美術館展、ピカソがありますね。
平安神宮の玄関の鳥居。平安神宮がこれです。平安神宮の玄関まで来ました。ブン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 振り回してるみんな。平安神宮です。これ左右対称になってるんだね。左右同じ格好してるでしょこれ、ね、はいはい。琵琶湖から来た水です。綺麗な水ですね。これが鴨川と一緒になって淀川に行って京都大阪の飲み水になってるらしいです。昨日おじいちゃんが教えてくれました。祇園花見小路、この通りちょっと歩いてみましょう。指導で撮影禁止。広がり、ああここ時々テレビで言う街だねこれね。祇園町南側歴史的景観保全集。これ京都のキープの昔の建物のそういうとこみたいよ。歴史保全景観地区京都祇園です。行政が京都はずっとこういう家しか建っちゃいけませんいうことにすればまあすごいですけど、ここの一角だけですね。歴史的保全修復地区。こっち行くかな。はい、今ランチ食べ終わりました。きつね丼セット食べました。きつね丼天ぷらでした。騙されたやっぱりきつね丼で。奥さんは季節の御膳で、これはまあまあ良かったです。
はい、16世紀に豊臣秀吉が朝鮮へ行って、朝鮮人の鼻とか耳とか塩漬けにして持って帰ったらしいです。それをここに埋めて供養した耳鼻供養塚、そういうことらしいです。今もうすぐに日本に飛んできました外人たちです。今日3日目です。早い早い、すぐ飛んできました。報告神社です。何を報告するのか、報告神社。はい、行きます。はい、国宝三十三間堂ということで入場料600円払いました。お庭になってますね。それでここに靴脱いで入るんですかね。参拝入り口だからこれあれですね、お願いに来るんですかね。参拝入り口、こちらはトイレ、トイレですね。靴脱いで入るみたいよ。ここの中に多分あるんだよ。行ってみる？めんどくさいけどちょっと入ってみましょう。靴脱いで入ります。出てきたら靴がなかったらもう大変です。参拝入り口、一日一仏。はい、これですね。一千一体観音様、毎日観音様らしいです。はい、ここが参拝入り口。はい、これでカメラは道内禁止。カメラ禁止ですね。カメラ全部スマホまで禁止です。意味ないな。風神雷神の像とか千手観音、千手観音です。三十三間堂でちょっと縁側で休憩しております。中は撮影禁止です。縁側で休息中にちょっと庭園を眺めたり、ちょっと休憩中です。どうですか？でもここすごいですね。中のあの人いっぱいいます。人って人じゃないですよ、あの観音像ですよ。ここ一回来たらびっくりしますよ。あの中国のなんとかの像みたいにいっぱいいっぱい立ってます。はい、三十三間堂の外です。中撮影禁止だったです。はい、これから庭の散策を行きましょう。ちょっと有料の割にはちょっと安っぽい池ですね。これはちょっと有料の庭とは思えません。
安っぽすぎます。もうちょっとお金使ってきれいにした方がいいですね。ちょっとダメですね。33件。あんまりいいお庭ではないですねこれね。ただ植えてるだけって感じなんですか。入場料600円ですよ。ってことはないですね。この一本一本全部バラバラですね。これ木が、こちらはもみじ、松、これは何ですかね、わかりません。この朱色の柱、昔これね、色はなんでこの色にしたんですかね、昔の人は。まあ中国とかそっちの方から来た色なんでしょうけど、そんなに全部この色ですね。おめでたいですけど。はい、夜泣き線、もう読むのめんどくさいですね。これがさっき休憩した縁側です。あそこに座って休憩しました。人が何かいますね。はい、このお姉ちゃんですね、変わってたのは。外ではマスク取りましょうって昨日総理大臣が話してましたけど、受付のあの玄関のとこでマスクしてくださいとか言われて、どうなってんですか。ここ外ですけどみんなマスクしてますね。これ外国にいたことがない人は実際はわからないんですよね。行ってみて初めて、いやー日本って井戸の中の蛙っていうか、わからない国ですねって初めてわかると思います。世界の常識は日本の非常識です。やっぱりお庭も本当にこれなんか考え方が違う、お庭の考え方が違うしか思えないぐらい、なんか粗末な池ですよね。粗末すぎますこの池。池の周りにツツジがポッ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 と植えてあって、木がこうハーモニーがないですね。全部バラバラの木植えてます。バラバラの池ですねこれね。どういうんですかこれ、日本庭園じゃないですねこれ。なんか形式が違うんでしょうねこれね。これ桜の木ですね。次は金付き堂。金付いたような跡見えませんけど、形だけですかね。これはちょっと本当になんか落ち着きますねこれね。障子ですね。障子で屋根が瓦で、鎌倉時代のそういうもんですかね。はい、33元堂のすごい写真ですこれは。
33元灯です。伏見稲荷着きました。すっごい長い歩きました。遠い33元灯から20キロぐらいありました。ちょっと20キロ大げさかね。はい、じゃあこれから伏見稲荷行きます。うちの奥さんの絶対行きたいポイントです。急になんかピカピカしてきました。すごいな、ここは着物着てるな、みんなね。稲荷寿司ってやっぱりありますね、伏見稲荷の稲荷寿司。いなり寿司1つ150円、ちょっと高い。いや、全部これ偽物だな。イミテーション。はい。開いてるわ。夜も火ついてんでしょ。いや、ここすごい、もう外人ばっかりね。本当に坂道だね。こここっちが玄関かな。これ玄関よ。横道からまた来ちゃったね。え、明るいうちに写真撮るかね。こっちが正面玄関ですね。横道から来ました。何、岸ちゃんが違う、外ではキシちゃんはしないでくださいって言ってるもん。はい、ここから、これゲートです。はい、伏見稲荷神社に来ました。奥さんのお目当ての神社です。すごいですね。来たとこで正面からこっちまでずっと来きました。こっちの側道から入ってきました。それでこうやってお目当てのゲートはこの後ろにあるみたいですね。ちょっと奥まで来ました。
守りを買ってますね。狐さんマークです。さあそろそろ、すごい外人さん、神風ですね。お目当てのゲートに近づいてきてるんでしょうか。どうですか、この階段を上るとゲートになるんでしょうか。あ、なんか見えてきましたね。ゲートですね。お目当てのゲートでしょうか。みんなマスクしてますけど、昨日岸田総理大臣は外ではマスクしないようにって言ってましたけど、あまりにも厳しいことをテレビで言ってるからみんな信じてますね。あ、こっちですね。ああ、上までゲートあるんですね。はい、お目当てのゲートまで来ました。これね、はい、うちの奥さんこれ夢にまで見た赤いゲートです。どうなんでしょうか。キツネ、こっち何も持ってませんね。これ夜電気つくんかな。あ、電気ついたよ。ああ、反対読めなかった。日本人だから読めない。全部書いてあるだいぶ上来ましたね。水も流れてます。湖ですね。まだあるよ。
ました。京都の街綺麗に見えますね、もう30分以上登ってるの、もう疲れたな。いや、ここは 90% 外人です。ということで、外国旅行をする気持ちになったら、この伏見稲荷に来ると、日本人の皆さん、外国来たような気持ちになります。だいたい今通ってきた10人20人固まって外人です。日本人は全然見ません。皆さん外人です。ということで、外人に会いたい人は伏見稲荷にどうぞ。みんな外人です。外国旅行したい人、皆さん外人。今まだまだ半分も来てませんよって教えたかったけど、やめときました。本当は教えてあげたかったね。半分来てませんよって。最後まで降りてきたとこですね。まだここが奥さんもみじになったらいいっていうとこです。どうですか皆さん。はい。はい、すごい竹鳥居ありました。竹鳥居です。どうですか。竹で作った鳥居ですよ。これ騙されますね。最初シュッて終わりだと思ったら、もう行っても行っても全然ダメです。これは嘘です。これでイメージする5倍はあります。はい、伏見稲荷神社です。キツネキツネ、途中で猫6匹出てきました。キツネの神社、京都タワー見えます。京都タワーです。はい、奥宇都ホテル、綺麗なホテルです。まあ昨日のホテルも BS チャンネル見えなくて、ダルビッシュのゲーム見えませんでした。これコーヒーもあります。あとは、ああこれもまあまあですね。あ、昨日のと一緒ですね。これはシャワールームもあります。まあ使ってみないと分かりません。これカメラが奥ウッドホテル、まあまあ綺麗なホテルのようですね。窓もあります。あとはコーヒーメーカーあります。これはちっちゃいかな。どう、これはちっちゃい。これウェルカム、どうぞご自由にお飲みくださいって書いてるから、ウェルカムですね。これは金庫ね。はいはい、わかりました。はい、あとこのボディローションは高いブランドらしいです。あと毎日クオカードももらえるみたいです。部屋掃除をしなければ。エアコンですね。
エアコン、このエアコンがいいか悪いか本当に最近のは難しいんですよね。はい、わかりました。はい、今日はこれから市内観光に出かけます。ここはホテルです。シンガポールの経営みたいです。これはだいたい昼間朝の9時から夜まで無料でガストみたいです。無料のドリンクサービスあります。はい、無料ドリンクバー朝10時30分から夕方の夜の9時30分まで8時9時30分か。ああ時間は朝どうだらこうだらいろいろありますね。こうなってます。無料のドリンクサービス。何？イタリアン、イタリアンパスタ2000円よ。これパスタ上だね。カプリチョーザ聞いたことあるな。カプリチョーザってな、でもここそんな安かないね。何こっちは。ああこれはケーキかな。ケーキ、ケーキみたいよ。これはステーキかな。ステーキ。これはなんだ。コムタンだから韓国。これホテルよ。国橋まで来ました。はい、ここはいつもの琵琶湖から来る水で、あとでなんとか川と一緒になります。左か、左左。松屋ありました。もう近いかな。はい、やっぱりステーキ来ました。やっぱり来ました。人いない気がいいですけどね。バナナありました。やっぱりステーキ。はい、やっぱりステーキ入ります。